風邪をひきました。ハウディ、ジェスターセラーです、まず最初に言っておきます。これから行くところは東京ディズニーランドでなければ東京ディズニーシーでもありません。僕が撮影を自粛すると言ったのはあくまでこの2つ、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシー内での撮影だけでございます。したがって、これから行くところはその、自粛の範囲外ということでございます。というわけで行ってみましょう。今月のボンボヤージュ、はい、あのね、あれなんですよ、人の話を聞かない人間ってさ、いるよね。人の話を聞かないだけならいざ知らずさ、説明書も読まないタイプの人間ってのもいるよね。そういう人間は大体そうなんですよ。まあ例の動画のね、投稿者のこう動画説明文にさ書いてあるじゃない、全部読めっつう話ですよ。僕のあくまで、ね、体感ですけどね、こういうあれな人間っていうのはね、だいたい 2% ぐらいいるらしいです。50人中1人ですね。あの動画5000回以上再生されてますから、100人ゾッとするわ。はい、まあそんなこんなでね、やってきました。2017年2月のボンボイヤージュ、今日は2月5日です。遊びに来てはいません。僕はね、仕事に来てますはい、じゃあ見ていきましょうかね。ボンボヤージュです。スプリングシーズン2017がありますね。スプリングシーズン、メモか、付箋か、1400円、サイン色紙500円。そう、基本的にね、この動画の目的はボンボヤージュにその月その月新しいやつ何が入ってるかっていうのをこう VR カメラでちらっと見ていくってだけの動画です。別にこれがねいくらだとかっていうのは特にありません。あ、これは何だろう、この動画をこう VR で360度見回してもらって、あ、これはボンボヤージュにあったから後からでいいやって思ってくれれば結構です。はい、さてフローゼンファンタジーのアイテムがあったのは、これは先月と一緒か。今月の更新は何なんだろうな、うん若干ね、風のせいでね、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、何卒ご了承ください。あとね、先月の動画の方でコメントしてくれた人がいるんですけど、VR カメラなんだからこう回さなくてもいいじゃないってね、というコメントがありましたけど、別にカメラ回してませんよ。基本的に僕が見ている正面の方向に ずっと正面を向けています。僕の体の正面を、捉え続けています。実は今日は別個でミッションがあってね、親にひなあられ買ってこいって言われたんですよ。ひなあられはてどこにあるかな。この辺は C の15周年経過、あった、ひなあられ、はい、これね、ひなあられ、を飾るとひな壇になっていい感じなんですって。これを4つ買ってこいというふうにミッションございます。ま、動画止めてから買いましょう。まあこの辺はあれか、和風のやつかな。ひなな柿の種&ピーナッツ18袋で900円。これなかなか費用対効果高そうなんじゃない、こういうの好きだね。この辺は C 関連の
まあなんていうのかな、基本的な C のやつか、15周年関連および基本的なところ。 C の新しいお土産はまだないのかな、ここには出てこないのかな、ね、アリエルの新しいお土産できたよね、 C にここにないのかな。一個気になるのがあるんだけどな、グランドフィナーレ系この辺じゃねえな。だね、新しいアリエルのお土産の中でね、加湿器っていうのがあるんですよ。それは気になっちゃいるんだけどな、ないね。うん、プラッシュプラッシュ、ぬいぐるみのことプラッシュって言うよね、プラッシュ。今なんだろう、さすがにダッフィーさんはいないっすね。まあまあまあそんなとこでしょう、はい、ステンレスマグ、うん、まあ2月はこの辺か、ひな人形関係8000円フィギュアリー高い、あ先月もあった気がするな、1月でもな、ひな祭り関連ね。まあ、いよいよ2月これ売り出さないとね、3月あっという間ですからね、終わっちゃいますよすぐ、うん、あらすごいのあるじゃない、24,000円ひな祭りフィギュアリー、プルートの役どころよそしてこれで5月人形は2アイテム、5月人形ですね、18,000円するね。これ買うおじいちゃんおばあちゃんとかいるんだろうね、うん、5月人形買うのっておじいちゃんおばあちゃんの役目っていうイメージが、おお、こういうのいいじゃない、キーチェーンフィギュア、うん、キーチェーンぬいぐるみか、1900円均一か、これユニバーサルだったらね、あの人気で値段変わるところですけど、ドナルド、ミッキー、グーフィー、マックスでいいんだよね、自信ないですだね、何でも知ってると思うなよというところですね。うん、5月人形いいですね、2800、8000、4000円、これは子供の日のナノブロックか、いくらだ、2600円、ナノブロックめんどくさいからな、はい、とまあとりあえずそんな感じかな、5月人形はまあ5月まで置くんでしょどうせ、5月人形も賞味期限というか5月になってからはもうあっという間だからね、5月に来たらあるかって言われるとちょっと謎ですけど、うん、はい、まあとりあえず今月のボンボヤージュはまあこんな感じですかね、はい、じゃあ表出よう、うん、ちょというわけで2017年2月のボンボヤージュでございました。じゃあまた来月のボンボヤージュでお会いいたしましょう。では3月ですね。体調が戻り次第です。はい、3月までに戻せると思うんだけどね。まあいいや。じゃあまた来月。ジェスターセラでした。さよなら。